皆さんこんにちは、クリームのみくです。今日は3月の24日ということで、私クリームみくと先輩のジャムナインさんは山口県の下関にやってきました。ライブが終わって一旦ホテルに戻ってきました。本当にわざわざ集まってきてくれた皆さん、そして足を止めてくれた皆さん、本当にありがとうございました。私クリームのミクと先輩のジャムナインさんと、そして夢キッズの皆さんと一緒にラジオの公開生放送でライブもさせてもらいます。場所は夢シティにてライブがあります。よかったらね、皆さん応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。現地の人はね、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。この後はみんなで美味しいご飯に行くそうなんですよ。いつもね、山口に来るとすごいいろんな美味しいものとかね食べさせてもらうので、今日は何が食べれるのかすごく楽しみです。時刻は11時18分になりました。さっきね、美味しいご飯をみんなで食べに行って、今またホテルに戻ってきました。それで皆さん見てください、これじゃーん。これリオタさんにちょっとね書いていただいた私の似顔絵です。似てないよね、可愛すぎて。こんなにね可愛く初めて書いてもらいました。なんかでもこうやってよく見ると、これ衣装なんですけど、私ってさ髪の毛も赤いしさ、衣装も赤いとすごい赤い人だよね。リオタさんは今度先輩のジャムナインさんのね、ニューアルバム出るんですけど、その CD のジャケットの絵も実はね描いているということなので、ぜひチェックしてみてください。以上クリームのミクでした。明日も頑張ります。